ケーです。テレビはオッケーです。こんな時期ですので、やはり私たちが何を祈るべきかっていうのは、まあ、世界平和も大事なんですけれども、やはりコロナが早く収束してほしいという願いを込めまして、疫病収束という4字を書かせていただきました。今回ご参加は例年も参加されていらっしゃるんですか？何ですか？されてらっしゃるんですか？今回2回目です、はい、やっぱその中で、やっぱり文字にやっぱそのコロナっていう特別な思いを込められた。はい、特にまあ私基礎疾患がありましてね、もうやはり早く収束してもらいたいという願いは一番強く感じておりますので、今日は心を込めて、祈願させていただきました。改めまして、今日奉納されまして、こういったコロナ禍ですけれども、今後どういうふうに向かっていけばいいと願われてますでしょうか？そうですね、今ワクチンの問題もね、だいぶ早くそのワクチンのあれが進んでですね、安心して私たちが以前同様の生活ができるように、それが早く来るように願っております。このプロジェクトとしてもですね、やはりこういったことが、互いにこう憎しみ合わないとかですね、そういった全体の大きな願いがあると思うんですけれども、やっぱそういったところにつなげていくっていうところも思われているんでしょうか？このコロナが起きてからですね、もう私たちにとって初めてのことだらけなので、実際このコロナに対してどう対処していいのか、何が正しくて何が間違っているのか、もうみんなまだまだわからない状況なわけですね。そうするとそれぞれ対処しているわけですけども、自分と考えの違う人たちに対してどうしても攻撃的になったり否定してしまうと。そうするとそこから今度はコロナとは別の心と心のいがみ合いが起こっているというのが非常に危惧されると思うんですね。コロナの収束は実際のところ早く進んでほしい、終わってほしいと思ってるんですけど、なかなかこればかりはね、わからないところがある。ただそれにあたって私たちが気持ちの上でね、お互い考え方が違うからといって否定し合ったり攻撃し合ったりしないで、互いに尊重し合う、思いやりの気持ちを持つということが大事だと思いますので、今回全国で同日一斉に行っているわけですけども、それを、発信したいと伝えたいなという気持ちでこの催しを行いました。